自衛隊は17日、相馬原演習場、群馬県新東村で、海外でテロや騒乱が起きた際に、邦人を陸路輸送する訓練を行った。陸自に新たに配備された輸送防護車 MRAP、MRAP 写真を初めて公開した。ネットの反応。ブラックホークダウン並みの銃撃戦の中をこいつに乗って、89式とミニミ撃ちまくりながら邦人救出するのね。リモート機銃。さっぱり採用されなくなっちゃったな。戦闘機やヘリの照準技術を使えば、陸用のものも作れると思うんだけど、何が都合悪いんだろう。特殊車両なんだし、リモート機銃にすればいいのに。必要なら後付けすると思うが、トップヘビーになるし、収容スペースも減るから微妙。研究中の RWS が完成したら積むんでないの。それよかすみともミニミだな。邦人救出用ならミニガン導入しても良いんじゃない？研究中の RWS が完成したら積むんでないの。ここで拾った画像だけど、どこまで仕上がってるのか気になるな。まあ、今のところは優先順位高くないけど、来年の今頃、そう言ってられない状況かもしれないし。